6月16日金曜日午後7時30分になりました。ワロップ放送局をお聞きの皆さん、こんばんは。いかがお過ごしですか？ナビゲすいません、どうもどうも、早速、はい、ナビゲーターの鈴木萌恵美です。耳で恋して2017は聞いて楽しむ、そしてためになる恋愛コラムです。恋愛の場面をはじめとした様々なシーンで一目置かれるセンスや感度を磨くヒントをお伝えします。ぜひ最後までお楽しみください。今日私と一緒に皆さんをナビゲートしてくれるのは前々回と同じメンバーです。朝比奈由美さんと彩香さんです。はい、こんばんは。こんばんは。皆さんの妹になりたいです。朝比奈由美です。よろしくお願いします。お願いします。はい、彩香です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、いいね、ゆるっと放送していきたいと思います。そうそう、ね、はい。タレントチャージのホームページでは耳で恋して2017の番組特設ページがございます。 YouTube 版のコンテンツもお楽しみいただけます。ぜひそちらもご覧ください。耳恋では皆様のご意見やご感想をお待ちしています。 Twitter の場合はシャープカタカナで耳恋、メールの場合は info@talent-ch.jp、 はがきの場合は郵便番号 104-8238、受賞箱 SP125、 タレントチャージ耳恋係宛てまでお送りください。はい、それでは耳で恋して2017、今回もどうぞお楽しみください。この番組は東京スカイツリーのお膝元、押上のワロップ放送局から生放送でお送りしております。はい、はいはい、前々回と同じね。お久しぶり。慣れてきたこのメンバー。そう、でも言ってね、もうあと数回だよ。そうなんですよ、ね、私はラツなんですよね今日。あー、そっか、はい、まさかの大事な大事な何か何か伝えます。今までありがとうございました。あの次もよろしくお願いします。まあまだね、まだね、まだね、今日から私は関係ないけど次もあるから。そうだね、まだまだ今日続くから、リアルタイムでぜひ聞いてください。はい、ぜひ聞いてほしい。彩香さんのファンの方々今お聞きの番組はワロップ放送局耳で恋して2017、略して耳恋です。私鈴木萌恵美と朝比奈由美さんと彩香さんと一緒に東京スカイツリーのお膝元、押上のワロップ放送局から生放送でお届けしています。耳恋では佐伯紅代さんの著書女子の兵法を主な話のネタとして、恋愛や結婚について女子会トークで本音を語る形式にて進めてまいります。さて、前半のテーマは先にボールにして後に衆を恐るるものは風情の至りなり、はい、という孫子の教えからです、はい、その心は最初に人を粗末にして使っておいて、後に兵士に気配りをしているのは軍への配慮が足りない証拠であるという意味です。はい、はい、なんかよし、ちょっとかなんか、うんうん、あの低音ボイスだった、うん、頑張って頑張って先に棒にして、うん、後にその衆を恐るるは風情の不正、不正じゃないかな、不正の至りなり、うん、はい、はい、というわけです。うん、孫子の教えからってね、孫子また出てきました。孫子大活躍、ね、はい、結婚の話、え、孫子さんだね。孫子さん、孫子さ ん, 子さん大活躍ですね。 We love 孫子さんなんかちょっ と, ょっとエイジ混じってる、すいませんはい、というわけで、なんかちょっと結構難しいなこれね。まあでも、どういう意味だろうな。でもなんかその、うん、結婚をなんか前回も似たような話をゆかさんとの会の時かな、ふむふむ、そうやったんですよ、はいはいはい、その女の人の方から結婚をなんかその何かアクションを起こせみたいな、はあ、前回かな、へ、そうやってお話しして、うん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 、なんかね今回もそれに似てるなとは思う。まあでも今回はまあ逆逆というか、ね、まあそうだね、男の人 に、うん、逃げてはないけどなんか、うん、ね、まあ、結婚なしになっちゃったね。そうね、うん、本文の内容をかいつまんで、まあ、簡単に言うと、そうそうそう、
その女性が付き合ってる人と長くなって結婚したいな、まあ、2、3年経って結婚したいなと思ってるけど、なかなかその文字が出てこないと、うん、で実家に連れてったら親がそうなんかその圧をかけて、ね、圧をね圧をかけたら男性逃げちゃったみたいな話ですね。ねすごいよね、うん、いやタイミングが悪いよっていう話だよねこれね。そうね、まあそうだね。でもなんかこの本文的には、うん、女の人が年上で男の人が年下だから、うん、確かにタイミングが合わなかったのかなっていう。逆だったら、うん、まだ分かんなかったけど、あだから女の人はあれかな、その急いでたのかな。あ、まあね、確かに、うん、この人は年齢がやっぱ5歳ぐらいね、男の人上だから焦れるのかな。ね、でも男の人はまだ、うん、遊びたいし仕事したいしみたいな感じっぽいね。だから付き合うのと結婚は違うよね、うんうん、それは違う ね。だって結婚したらさ、なんかその財産とかさ、そうね、いろいろ関わってくるからね。そうそうそう、なんだろう、それしか分かんないや他に何前なんか非婚男子ってやんなかったっけ、誰だっけ、非婚男子、あ、やった気がする。なんか非婚男子ってなんかやっぱ結婚したくない男性のことを言ってて、なんかあったあった、そう、財産を一緒にしたくないとかあった。 あ、自分で稼いだ分は自分で使いたいみたいなえ、うちないかも。あ、ユーミンいなかったかもしれない、うん、いないかも。私そういうのがあって、うん、やっぱ女と男のタイミング、結婚のタイミングは違うのかなっていう。うん、うん、そうだね。まあでも年を、結婚願望がもともとあったら、うん、年を重ねるごとに、まあ、男子も女子も結婚したいみたいになるとは思うけど、性を一緒にしたいみたいなね、うんうん、生涯を共にね。そう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 、うん、まあ、結婚結婚っていうのに圧をかけると良くないねっていう話だね、これね。そう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 ね。でもさ、言わなきゃ分かんないよね、うん、外堀固めてさ、難しい、結婚結婚っていうのにさお母さんに合わせて、だからその多分、うん、女の人が焦って、うん、すごい圧をかけたんだろうね。そうね、かけてるねこれ、なんか結婚してで既婚とか休む暇なく男の人は結婚を迫られるみたいな。本文なんか結構えぐいよね、なんか、うんうん、やり方がなんかいっそで既婚をと狙ってみるがとか書いてあるねなかなかね、うん、すごいね、大人のね。まあいや、で既婚なんかちょっと今思い出したんですけど、うん、あのネットショップで陽性反応の妊娠薬みたいな売られてるの知ってる？え、知らない。え、なんかそれをだからネットでそのなんか陽性反応のものを買って、うん、男性に見せてできちゃったみたいな。え、本当はできてないけど、そうそうそう、責任取ってよみたいな、結婚迫るみたいなあ、結婚のために、そうそうそう、売ってる、その手段にするために売ってる。え、だってそれって一か八かじゃない、外堀固めそうでしょ。そうそう、確かに怖いね、手術しに行こうみたいな、うん、ついていくからみたいなこと言われたらさ、確かにやばい ね。それこそ修羅場だね、やばいそう、でもあるらしいよっていう余談でした。でもそれすごいね。だ今ネットショッピングさ、ね、いっぱい流行ってるからね、うん、そうそうそう、何でも売っちゃうんだね。そう、なんか簡単に ね手に入っちゃうから、うん、そういう部分では怖いね。ね、すごいね、まあ、逆はないとは思うけどさ、男の私らは女子だから、うん、それをされることは多分ないけど、あーなるほどね、うん、そうだねえってなるよねそうそうそう、まあでもね、タイミング大事ですね、うん、なんか女子もさ、うん、もう男の人の話だけどこれは、うん、その男の人が逃げちゃったっていう話だけど、うん、逆もあるなと思って。そうだね、でも男性から結婚して、まあプロポーズ普通に、まあ、なんかそのプロポーズしても、うん、女性がにとってタイミングでなければ、うん、仕事をしたいタイミングだったら、うん、ごめんなさい今ちょっとってなるよね。うん、まあそうだね、うん、専念したいからね、うんうん、まあ、それを理解してもらえる人が結婚相手、うん、そうだね、タイミングもあってこ そ、ね、
生涯を共にできる。さあ女の人で結婚したい時ってどういう時なんだろうね、うん、でも世間的にはもうなんか20代に入ると結婚したいっていうのが多くないですか。あでもなんか30までには結婚したいとかある。あでもそれはある。30までには結婚したい、うん、私は小学校の時はなんか結婚っていうのは簡単にできるもんだと思ってたの。いやうん、うん、そうね。でもなんか現実こうじゃない、うん、こうじゃないとか言ってそこにたどり着くまでがね、まあ、ちょっとね大人の世界を知ったから ね、うん、そうだね社会を。そうね、簡単にできないんだなって相手もいるし、そう、うん、簡単にできないんだなっていうのを知った。そう、うん、ね難しい。結婚ねみんな30代までに結婚できるといいね。そうだね、はい、将来目指そう目標で。はい、というわけで番組をお聞きの皆さんにお知らせがあります。佐伯紅代さんの女子の兵法について詳しく知りたい方やご購入を希望される方はセブン&アイ出版のホームページをご覧いただくかお近くの書店にてお問い合わせください。タレントチャージでは販売やこの本の内容のお問い合わせには対応しておりませんのでご了承ください。はい、それではですね後半も引き続き耳で恋して2017をお楽しみください。この番組は東京スカイツリーのお膝元押上のワロップ放送局から生放送でお届けしております。はい、はい、いやできるかな30までに。でも相手がいるから、ね、だってさ相手を見つけるところからですよ。そうそうそう、である程度のそのお付き合いの期間を経て、うん、なんかどうやったらいいなって思ってもらうのかなってそこで、ね、そこ難しいね、ね、このラジオでね学んで料理来れたのかな。で私この本欲しくなったよ、ね、この本普通に欲しくなった、うん、確かに学べる、ね、ちょっとえって思うところもたまにある、うん、でいろいろ知識豊富になりそう。そうだね、そうそうそう、いろんな意見も聞けるね、うん、生の声、はい、女子会トークの生の声もね、お伝えして私たちが分かりやすく、はい、解説してきてるのか。今お聞きの番組はワロップ放送局耳で恋して2017略して耳恋です。私鈴木萌実と朝比奈由美さん、彩香さんと一緒に東京スカイツリーのお膝元押上のワロップ放送局から生放送でお届けしています、はい、さて後半のテーマは自社の利は必ず利害に交じるという孫子からの教えです、はい、はい、また同じですね、はい、その心はよく考える人は物事を利益と損失の両面から考えるという意味です。はい、はい、また孫子さんですね。また孫子さんですね。We love 孫子さん。 We love すいませんハマったのかな。いやなんか言ってみたかっただけかな、ね、はい、いっぱい交えていこう。はいというわけでまた本文では結婚の話題が、ね、やんややんやと。今日は結婚の話題が結婚ですね、うん、はいなんだ、うん、どういうあれだ。だからね本文は、はい、その結婚選びは、うん、その慎重にしろよっていう感じだ、うん、結構当たり前のことだよね、うんうん、まあまあ確かにはいって感じのまあでもあの復習って大事だからそう、うん、そうすぐ忘れちゃうからねみんな。そうね、ね、よく考える人は物事を利益と損失の両面から考える、うん、ということですが、あれ何なんかメリットデメリットだね、うんうん、そうそうそう、メリットばっかり追っかけてると、そうそうそう、で追っかけててデメリットが見えてないと後でちょっと大変なことになるよ、うん、みたいな。だから例えば頭がいい顔がいいとか、うん、身長高い、うんうん、でもなんかそのなんだろう、お酒入った時正確に何あり、あそう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 だからちょっとナルシストな部分があるとか、うん、そういうのってあ DV とかね、そう、飽きちゃったりするじゃん、うんうんうん、飽きちゃったりとかその嫌になったり、飽きちゃう顔、まあそうだな、ね、うん、顔飽きないよね、その顔飽きない、なんか嫌だなって思うとこ一個見つけちゃうとそれがすごい大きい、あ確かに、うん、あでもそうだね、結婚もだけどなんかそのいいところばっかり見て選ぶより、うん、その人のダメな部分を許せるかどうか、そうだね、選んだらいいんだろうねきっと。そうそうそう、そういうことだよね、そういうこと、
はい、そうだね、おまとまりましたまとめました。結構序盤にまとめたね、うん、確かに始まったばっかだ、うん、ね、確かにそれは結婚もそうだし、なんかいろんな、そのそう嫌なところをお互いが、うん、なんだろう、補い合えれば理想だよね。うんうんうん、うん、まあ理想ね、そうそうそう、そうだね。例えばなんだろう、食べれないものを相手が食べれるとか、あーでも分かりやすいちっちゃいことだけどね、うん、そう、好き嫌い、私ピーマン食べれないから、うん、食べてくれるみたいな。でもそれさ、じゃあ俺は人参が嫌いだから私食べるねみたいな、それぐらいだったらまだいいけどさ、なんか大まかに違いすぎてもさ、うん、同じもの食べて美味しいって言えないの辛いね。あ、それはそうだね、難しいね、うん、うん、ね、でもそう、今のと同じ原理で、うん、辛い、なんだろう、楽しい時はやっぱりみんなさ笑顔になるじゃん、うん、し、なんか楽しい気持ちになる、まあ、うん、言ったらあれだけど、相手が誰でも楽しかったら盛り上がる、うん、けど辛い時に一緒にいれる人、あ、っていうのも大事だなって今思った。なんかそうだね、辛い時に支え合える、うん、友情とかでもそう、それ大事、本当にそうだね、まあ、結婚とはちょっと違うかもしれないけど、まあ、人間関係それだね、うん、そうそうそう、楽しい時一緒にいれるけど、うんうん、なんか辛い時に本当にそばにいてくれる人が本当の友達っていうか、うんうん、でもやっぱ結婚ってなんか何十年も一緒にいるから、うん、やっぱ分かり合えないと、うん、そうだ ね、 だね、全部を分かり合えないとね、うん、友達だったらやっぱこの子嫌いだからじゃあねってできるけど、うん、結婚っていうなんかあの、うん、書類書いて役所に提出するから、うん、いろいろあるからね、何十年って付き合わないといけないから、うん、慎重に選ばないとねっていう、そうね、うん、なんかでもそうなったことがさ今までまあないじゃん、ない、ね、ないからなんか想像つかないよね、そのさ他人、まあ他人でしょ、うん、言ってしまえば、うん、他人とは家族になる、そうそうそう、だから今自分のその親とか弟、私弟いるんだけど、うん、とかに対してはなんだろう、ありのままの自分で入れるわけじゃん、普段の生活の中で、うん、でもなんか例えばさ、その嫌われるとか考えずにその自分が嫌だったことを言ったり、これああしてよとか、うん、この家の中のこととか、あの時こうだったのにとかを言えるけど、なんかそこでこうプツンってなる、うん、喧嘩しても結局家族だからっていう安心感、うん、そうだね、だそれがもう一人新しくその全く、まあ、いわば他人になった人がそうなるっていうイメージがつかない、うん、いやわかるわ、なんか全然なんか育ちも住まいも全然違うとこから来ちゃったらね、うん、うん、まあそれまで、ね、その結婚の前までに長らく付き合えば家族になれるのかな、わかんない、まあ、難しい、もういつの間にか隣にいて当たり前みたいな感じにはなるんだろうね、うん、やっぱ安心感大事なんだろうね、空気みたいな、喋、ね、うん、んなくてもいいみたいな、うん、そうそうそう、なんか、ね、沈黙が許せるのっていいよね、わ、うん、かる、うん、友達もそう、うん、そうそうそう、なんか何話す何話そうみたいな、うん、ってなっちゃうと、あ、なんか自分まだ浅いなって思う、あ、わ、うん、かる、めっちゃわかる、そう、すごい結構さ、うん、そう、地元の友達とかって、うんうん、ほんとご飯二人で行ったりとかしても、うん、全然ね、お互い携帯いじってるけど、喋んなくても別にいいかって、じゃなんか普通にその、うん、食べたりしてるよ、うんうんうん、でも、まあ、言って会話はないの、うん、あーでもそれは分かるかもしんない、でも別に居心地悪くないし、うん、うん、なんか何話そうとも思わないし、なんか一緒にいるだけみたいな、そう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 、でもなんか一緒にいるだけで楽しいから、その空間が好きっていうね、そう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 、まとまりましたいっぱいまとまってる、うん、ね、うん、そうだね、うん、人間って多分そうだろうね、友達も結構波長が合うのがいいよね、波長、うん、波長ね、そう、波長がね、難しいよね、でもそういう人とさ出会える、うん、なんか嫌なところも認められるっていうか許せる人、うん、友達でも結婚相手でも、そうだね、なんか性格は合わなくてもいいんだって、うん、聞いた話、うん、結婚するのに、なるほど、でも価値観が違うとダメらしい、価値観？そう、
例えばお金の価値観とか、あ、まあ、それは時間の価値観、あ、どこにお金をかけるのかとか、うん、使い方とか、うん、あとは何だろう、時間とか、あ、どれだけ遅刻してきてもいいかとか、うん、そうそう、そのルーズな、どこまでルーズかどうかとかが合わないとダメって聞いた。性格はお互いすり寄ればいいけど、価値観ってなかなかさ、ね、変わらない。30分遅刻してもなんかちょっと遅刻だよねって言う人と、5分で遅刻でもうダメって言ってるじゃんね。やっぱそれさ、なんかその時はお互い許し合っても、やっぱ自分の中では腑に落ちない部分とかあったら、 それは長く続かない、ね、積もっちゃうからね、重なっていくうちに、はんっていう、最後にちょっとぶち込んじゃった、はい、すごい、価値観ね、価値観の合う人と出会いたいですね、探そう、はい。ではでは、タレントチャージのホームページでは、はい、ちょっとご案内しますね、はい、ご案内、耳で恋して2017の番組特設ページがございます、はい、YouTube 版のコンテンツもお楽しみいただけますので、ぜひそちらもご覧ください。耳恋では皆様のご意見やご感想をお待ちしております。 Twitter の場合はハッシュタグでカタカナ耳恋、メールの場合は info@talent-ch.jp、 はがきの場合は郵便番号 104-8238、支所箱 SP125、 タレントチャージ耳恋係宛てまでお送りください。耳恋では耳で恋してしまうちなまだまだ続きます、はい、この番組は東京スカイツリーのお膝元、押上のワルプ放送局から生放送でお届けしています。はい、はい、いいね、この後半のテーマ結構深いし盛り上がるね。そうだね結婚とは、いや、まあね、ずっとステーキ食べたら飽きるからね。そうね、うん、顔で選んじゃいけないらしい。でもステーキは食べ、ずっと食べたいよ。でも飽きるよ、寿司食べたい、寿司、あ、卵かけご飯食べたい、いいね、うん、さて、生放送でお送りしてきました耳で恋して2017ですが終わりの時間となってきました、はい、今日は前半のテーマ、はい、はい、先に某して後に、後に、後に、後にその衆を恐るる者は不正の至りなりと、後半のテーマ、はい、治療の、間違えました、失礼しました、知者の寮は必ず利害に交わる、はい、はい、この2本でお送りしました。はい、はい、今日よくかもね。そうです ね、失礼しました結婚もテーマに話しましたね。ね、はい、30歳までに結婚したい、いや、するするって思っとけばするしよう、うん、はいではでは、告知がありましたらお二人お願いします。はい、あ、じゃあ私から、はいはい、私ですね、朝比奈ゆうみのオフィシャルブログ更新しておりますので、はい、よろしければご覧ください。で、あと明日明後日で終わりですね、舞台情報もありますので、うん、そちらも一緒にお願いします、うん、はい、はい、私は日本放送ショーアップナイター有楽町ペンズの一員として、あと6月27日の火曜日に単独イベントがあります。あ、それは渋谷ミルキーウェイさんで行われるんですが、その思いについてツイッターを更新したので、もう見てくださいっていう感じですかね。はい、ぜひ見ましょう、はい、お願いします、うん、で、私はツイッターやってます。はい、萌美鈴木のアンダーバー212です。はい、鈴木萌美で検索してください、お願いします。はい、はいはい、でですね、さて今回放送した耳で恋して2017ですね、本日午後11時頃からワロップのアプリでアーカイブにて聞くことができます。お、また後日ワロップのアプリで再放送もありますのでワロップのホームページの番組でご確認ください。はい、今日みんなみんなどうしたの？はい、次回の放送ですが6月23日金曜日午後7時30分からです。はい、次回は MC が杉原由加さん、はい、そして、まあ、ゲストお手伝いで私と川崎静香さん、この3人でお送りします。うん、はい、はい、これ初めてのメンバーですか？そう、確かに、で、そう、久しぶりに由加さんと私が再会するの。そうだね、そう、はい、楽しみです。セミファイナルなので皆さんぜひお聞きください。私も聞くから皆さんも聞きましょう、一緒に。はいぜひぜひ、はい、では、はい、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、ゆっくりしてってください。じゃあ今日ももう寝てね。せーのほならにゃ